なんでタスクしに来ただけなのに3人に襲われていた？とりあえず目の前の敵倒さないとタスクどころじゃないだろ。でも3人相手にこの密室、しかも逃げ場なし、なんであんだけ当てて倒れないんじゃ。ガゼルアーマーだから BT じゃきついな。今見えたぞ。カバーはさせないぜ。さらにここでカバーに合わせて回復してる君をありだよ。そして最初の人回復してるだろうから詰めます。てかこの男の部屋？何遊んでんだ。いやこれは相手の油断を誘う IQ2 億の作戦なんですよ。オッケー。RPK 強い。ということで改めましてこんにちは。こんにちは。今回は金欠の味方、RPK を使っていきたいと思います。安く 5.45 ミリ落ちたい時に最適な武器だな。そうです。ということでカスタムしていきます。そしてこれがノンカス状態の RPK。RPK は初期から色々ついてるんだな。そうなんですよ。だから初心者でトレーダーレベルが低くても安く反動を抑えることが可能。ということでカスタムするんですが、まずはストックを好きな色の MOE ストックにします。ちなみに確か緑色が一番安い MOE ストックだからおすすめだな。私は見た目重視でネズミ色のストックです。本音は黒使いたい。タスクやるしかないな。そしてお次はツストルグリップ。ここはマジでお好きなものでいいですね。私は MOE が好きです。そしてお次はバレルを取り替えます。長い方ですね。そしたら先っちょにマズルフラッシュをつけて。PWSCQB だな。そして最後にハンドガードを RKH にして、あとはお好きなサイトとタクティカルデバイスをつけて完成です。ちなみにマガジンは60連を使用するから L5 は低くなるな。正直 AK とかと同じレートだから30連でもいいですね。あ、CSSAK もつけておきましょう。忘れてました。最初からレールがついてるからサイトもタクティカルデバイスも直でつけれるのいいな。そういうところ初心者さんには嬉しいですね。ということで性能はこんな感じ。少し L5 が低いが反動も結構低くなってて使いにくくはなさそうだな。そして気になるお値段はこちら。18万くらいか。本体もフリマで買えるし、他のパーツもフリマでそんな高くないから誰でも組めるかな。マガジンを安いのにすれば17万か。やっぱ安くていいね。ということで試写していきます。ということで、今回使う弾はこちら。あ、化け物貫通力の弾だな。最近タギラ狩り始めて、溜まってるので使います。タギラ狩りは100人買ったらポッケの中身まとめたり、借り方や装備紹介します。あ、試写している間に申し訳ないんですが、もし視聴者の方で何か動画のリクエストなどあればコメントお願いします。こんな武器使ってほしい金策おすすめは？などだな。あ、でも私のできる範囲でお願いします。トズできるムーブしてくださいとか無理なので。モザンビークできるムーブするみたいなもんだしな。正直ハンドガンの方がまだワンチャンある、ということなんで、お願いします。ということで、こんな感じ。縦横どちらも優秀な反動だな。近距離は腰打ちだから反動はこれくらいなら気にならないな。そうだねそうだね。これくらいなら初心者の方でも扱いやすくていいんじゃないかな。あ、もし中距離反動が難しいと思ったらとりあえずしゃがむといいですね。そしたらマジで反動が少なくなって当てやすいと思います。ということでレイドへ。そして私はカスタムへ帰ってきた。もうリザーブとカスタム以外行かない人じゃん。もう将来にアインチェの動画は多分出ないので期待しないでください。まあカスタムなら戦闘のバリエーション多いからいいけど。リザーブはちょっとお休みしますか。と、レイドの話なんですが、私この脇1の時 80% くらいでインテリあるんですが最高か？まだあると決まったわけじゃないんだがな。この前フレンドと3枚引きした私に1枚も引けないなんてことないんですよ。よしインテリちゃん、迎えに来たよ。は、いないんだが。あ、でも神は地味に高いから嬉しい。まあ、とりあえずゆっくり漁りながら銃声がしたら行きましょうか。あ、グレオン、この音の方向に行こうかな。あ、ちょ、なんか軍隊の行進みたいな足音聞こえるんですが、ちょいここまずいので前に撃ちながら下がりましょう。圧倒的クソエイム。あっぶない、ダメージはもらってないから先に一人落とさないと詰むね。うわ怖い。とりあえず下がって挟まれないようにした方がいいな。そうだね、警戒すべきは窓からのグレと外の階段だ。とりあえずバック君を留守番。やって、これ挟みに来たな。こういう場合はどちらか一方に集中して一点突破が大事。2階の敵はグレネードだな。下がこの隙に詰めてきそうだが。あ、いや下の敵がグレ投げたみたい。つまり上から詰めてくる感じか。上の人フラッシュミスったね。それに下がったような足音、とりあえず揺さぶってみようか。グレを持つ音に反応するかな。なら注射の音は？反応ないから顔出してみようかな。決め打ちで挨拶してきてるな。怖すぎ。音的に一人サプなし M4、もう一人 AK の作付きかな。だが最初の足音二人はいたから三人いるつもりで戦うべきだな。今レーザーがあったからロックしてるね。グレ。これ詰めてきそうだな。なら待つしかないよね。
真下で決め打ちしてる。下がる足音でスロー。フラッシュ、敵が来るのに合わせて。オッケー、カバーが来るから下がる。ここなら逃げれるし有利なピークができる。階段にはいないな。さすがに引いたか。詰めてきてるぞ。ここは階段付近で戦いたいから足音で圧をかけよう。足音的に階段を登り終わってるね。決め打ちして出たいけどここは一応見てからにしよう。リスクが高いぞ。大丈夫、前後ピークで最小限の露出で見るから。目の前だね。相手反応が良かったな。もう少し近づいてからやるべきだったね。音で決め打ちされてたら負けてた。それじゃあ体直してパーッと漁っていきましょう。まさかの2人だったとは。最初3人か4人いると思ったのに。意外と多く聞こえるものなのかな。と、この人は AKMS のほとんどカスタムなしか。意外と痛くなかったのはそういうことだったんだな。もしちゃんとカスタムしてあって弾が BP だったら負けてたかもね。そして2人目はなかなか珍しい M4 だな。こんなカスタム使って戦ってみたいね。よし、それじゃバックに詰めて移動しようか。それじゃあ真剣説にでもあさりに行こうか。ん？待てよ、最初の打ち合いで一人やってた？わお。最初に打ったやつがたまたま頭に入ってたみたいだな。いや、私にしてはすごいいいキルですね。しかもこの人結構装備が強いな。AK なかなかカスタムしてありますね。これは美味しい美味しい。よし、それでもう脱出するつもりで真剣説いきますか。電源入ってなかったら辛いな。まあその時はオールドガスとかで脱出だね。よかったです、電源ついてたので帰っちゃいましょう。それじゃあ GG。 ということで2レード目。またこの脇か。インテリチャンスだ。マジか、インテリなかった。いや、あるんかい。下に落ちてるの珍しいな。下にも湧くからここインテリが湧くポジが8個くらいあるんだろうね。だからよくインテリを見るわけだ。いや、今回は死にたくないね。む、唐突なジャンプオン。オッケー。近くまで潜んできてたんだな。仲間はいなさそうだね。サクッと漁って移動しよう。何持ってるかな？珍しい武器だな。ほんとだ、これ安いけど MP9 の方がフリマで2万くらいで買えていいよね。まあフリマ解放まではこれ使うのもありだな。てか川沿いで銃声してるね。なかなか銃声の数が多いからもしかしたらパーティーかもな。ならこの人の荷物とりあえず置いて突撃やるのに。と、ここまで来たけど静かになってしまった。バリバリやり合ってるな。マジか、てかこの音 MK47 じゃね？怖すぎるんだけど。しかもスカブを撃ってるわけじゃなさそうだしな。てかここからは見えないからグレ投げて回り込んでみよう。これくらいかな。それじゃゴーゴー。敵の位置がよくわからないな。うわ、びっくりした。多分だが他の敵を撃ってる音だろうな。でもこの音で MK47 の人が来そうだよね。と思ったら来てる。2発くらい当たったから襲う。危ない、マジでタルコフ動きながら撃つとブレるね。そして後ろからカバーが来てる。今草の間から見えた。私はこっちだぜー。てかもう一人 MK47 いるし。いや、この距離は RPK の距離じゃないな。一度立て直して戦うべきだな。なんか敵見失っちゃった。とりあえず回り込んだらいるかな。マジで全然いないんだけど。川沿いとここら辺すべていなかったな。さっきこっちで落とした気がするんだよな。そこかー。まさかの草の中。とりあえず追いかける。あれ？別の方向からの銃声。しかも目の前の敵スカブっぽい服装だな。マジか、おとりに騙された。詰めてくるから遮蔽に隠れるんだ。ガラス越しに位置がわかるね。ライトつけて決める。オッケーオッケー。結構鬼ごっこしてたな。いや、敵の動きがうまく予想できなかったね。まだまだ経験が少ない証拠ですね。まずは最初の人。このレベルでこの装備、気合い入れて勝ったんだろうな。まあこれがタルコフ、このレベルまでできたんなら泣いてやめたりはしないでしょう。
して逃げ回った最後の人。最初の人との秒でやってたのかな。二人目と打ち合ってた下軍曹でしょう。この人が最初の人に武器プレゼントしたのかな。それか誰かから奪ったかだな。まあでもさすがにそれは難しいだろうからプレゼントかな。あ、この人装備初心者だけどわかってるね。白ベクターはコスパもいいしレベルが低くても運用できる RPK と肩を並べる武器だな。多分この人ならめげずにタルコフやっていけるでしょう。よしよし、なんとか全部詰め込めそうだね。よし、それじゃあ MK47 2つも持ってるし帰ろう。しかもフルカスタムだから1つ30万はかかるな。いやー美味しい美味しい。カスタムはいろいろあさり場所があっていいですよね。あれ最初からここ空いてたっけ。いや、空いてないはずだぞ。マジか、一応警戒して進もう。なんだ地面の色か、何かいるのかと思った。あいたーい。よくも私の腹をぶち抜いてくれたな。ナイスヘッショ。仲間はいないみたいだから回復してあさろう。いかにも初心者さんっぽかったけど。装備的にマジの始めたてだな。レベルも3。申し訳ない、アーマーとかはいらないし置いていってあげよう。あ、サイトだけもらおうかな。かわいそう。最後に少しここ漁って帰ろう。あ、こんなところにムーンシャイン湧くんだな。インテリもムーンシャインも MK47 も美味しい。これはちゃんと生きて帰らないとな。いや、それやめてください、絶対フラグになる。ふう、よかったよかった、フラグ回収せずに帰れそう。うわ、面白くない。え、今なんて。ということで今回は RPK を使ってみました。話ずらした。まあこの武器強いし安いし、皆さんも良ければ使ってみてください。チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。それじゃあまた次の動画で。